アンチェインドメロディは1955年の楽曲。作曲、アレックス・ロース、作詞、ハイザレット。この曲は様々な言語で500種類を超えるバージョンで録音され、20世紀で最も録音された曲のうちの一曲となった。1955年、ノースは刑務所映画、アンチェインドの主題歌として、この曲を作曲した。トッド・ダンカンが歌うバージョンが、そのサウンドトラックに収録されている。レス・バクスターが発表したインストゥメンタルバージョンは1位を記録した。ビルボードチャートで3位を記録したアル・ヒブラー、イギリスで1位を記録したジミー・ヤング、そして R&B、ベストセラーリストで1位とポップチャートで6位を記録したロイ・ハミルトンによってこの曲は発売された。その他、100以上のバージョンが録音された。20世紀後半のジュークボックスの基準となったのは、1965年6月にライチャス・ブラザーズが録音したバージョンである。そのバージョンは、1990年の映画、ゴースト、ニューヨークの幻の主題歌に採用され、全英シングルチャートで1位となる、リバイバルヒットとなった。2012年12月28日に BBC Fourが放送した、ザ・リッチエスト・ソングス・イン・ザ・ワールドで音楽著作権で史上最も稼いだ曲の第5位に選出された。1955年、アレックス・ノースと作詞家のハイザレットは刑務所映画アンチェインドの主題歌を制作し、その歌はアンチェインドメロディとして知られるようになった。詩の中には、実はアンチェインドは登場せず、長い、一人ぼっちで会えなかった恋人への愛を、作詞家のザレットは歌詞に書いた。1955年の映画は、刑務所から逃走して妻や家族の元に戻ることを考える男性の物語である。トッド・ダンカンがボーカルを歌った、この曲は1955年のオスカーにノミネートされたが、アカデミー歌曲賞はボジョーが受賞した。トッド・ダンカンは映画のサウンドトラックのためにボーカルを歌った。レス・バクスターは最高1位を記録するインストゥメンタルバージョンを発表した。続いて発表されたアル・ヒブラーのボーカルバージョンはビルボードチャートで3位を記録した。イギリスのチャートで1位を記録することになるジミー・ヤングのバージョンが続いて発表された。ロイ・ハミルトンのバージョンは R&B、ベストセラーリストとポップチャートでそれぞれ1位と6位を記録した。1955年3月15日に録音されたジューン・バリのバージョンは29位を記録した。ジーン・ヴィンセント&ヒズ・ブルー・キャップスは1956年に発表した2枚目のアルバムにこの曲を収録した。彼のバージョンはミディアムテンポでギターパートのトレモロを特徴としている。ブリッジも省略されており、最も挑戦的なカバーバージョンである。この曲は第28回アカデミー賞の歌曲賞にノミネートされ、1956年のアカデミー賞でハリー・ベラフォンテが演奏した。1963年にはビト&サルテーションズによるアップテンポのドゥーワップバージョンが米国東部のチャートを賑わし、このバージョンは1990年の映画グッドフェローズに収録された。ペリー・コモは1955年にこの曲を録音した。イギリスのジャズミュージシャンであるクリフ・タウンセンドは1956年にカバーを発表した。1965年に発表されたフィル・スペクターがプロデュースしたバージョンは演奏者はライチャス・ブラザーズでクレジットされているが、実際はボビー・ハットフィールドのソロである。後にハットフィールドはソロ名義でクレジットしたカバーバージョンを発表した。ライチャス・ブラザーズのバージョンは4位まで順位を上げた。ホットカントリーソングチャートには4種類のバージョンがランクインしている。ジョー・スタンプリーは1975年に41位、エルヴィス・プレスリーは1978年に6位、ロニー・マクドウェルは1991年に26位、リアン・ライムスは1997年に3位をそれぞれ記録した。ライムスのバージョンは彼女のアルバムブルーの1996年のクリスマスシーズン用のボーナスシングルのみだった。この曲はテレビ番組の歌のコンテストの参加者に人気がある。ポップアイドル、アメリカンアイドル、X ファクターの審査員を務めるサイモン・コーウェルが、この曲を好きであるとしばしば言われている。ポップアイドルの最初のシリーズで準優勝したギャラス・ゲイツはシングルとしてこの曲を発売した。オーストラリアンアイドルのファイナリストのダン・イングランドと2006年の優勝者ダミアン・リース、アメリカンアイドルのシーズン2のジョージ・トライス、シーズン5のトップ6であるケリー・ピックラー、シーズン2準優勝者のクレイ・エーケン、シーズン10準優勝者のローレン・アライナがこの曲をパフォーマンスしている。この曲はイギリスのチャンネル4とチャンネル5で主催されたリストオブラブソングスで1位となった。2004年、ローリングストーンのオールタイムグレイテストソング500では365位にランクした。オーストラリアのラジオ局マジック1278による500グレイテストソングオブオールタイムでは1位となった。イギリスの音楽雑誌モジョが139組のアーティストから集計して1997年に発表したオールタイムグレイテストシングル100ではライチャスブラザーズによるシングルが53位にランクしている。この歌の人気は長く続いているためメディアからは様々な形で使用され続けてきた。ライチャスブラザーズによるバージョンが1990年の映画ゴーストニューヨークの幻で使用されると、再びビルボードチャートにこの曲が出現した。この年、アメリカでは2つのバージョンがチャートインした。1965年のオリジナルのライチャスブラザーズのバージョンは多くのエアプレイを受けたが、45RPM シングルしか発売されなかったため売り上げは小さかった。このバージョンは13位を記録した。1990年に再録音されたバージョンはカセットシングルのみ発売された。この再録バージョンはエアプレイは少なかったが売り上げは大きかった。このバージョンは19位を記録した。8週もの間、両方のバージョンが同時にビルボードホット100にランクしていた。アメリカのアダルトコンテンポラリチャートでは1990年に2週間この曲が1位となった。また、イギリスでは4週間この曲は1位を記録し、1990年にイギリスで最も売れたシングルとなった。また、オーストラリアでは1990年11月から1991年1月にかけての7週間1位を記録した。日本では、オリコン洋楽シングルチャートで1990年10月29日付から通算11週1位を獲得した。この曲は1991年のコメディ映画裸の銃を持つ男に1、2でゴーストニューヨークの幻のパロディのシーンで使用されている。ありがとうございます。